ああ、楽しかったな。みんないい意味で変わってなかったし。檜山くん、ま、舞坂さん、あの舞坂さんが俺にボディータッチ、何か企んでるのか。あなたに言いたいことがあったの。何？もしかしてまたバカにされるのか。今度はちっちゃな会社の社長くらいで威張らないでとか。ごめんなさい。七クマ。俺の名前は檜山雄一。今は母さんと小さなアパートで二人暮らしをしている。父さんは俺が幼い頃に他界。それ以来母さんは女手一つで俺をここまで育ててくれた。質素な食卓に教科書や制服はご近所さんからもらったお下がりと、決して裕福な生活だったとは言えないけど、それでも俺は満足していた。雄一、またお前の昼飯はパンの耳だけかよ。うん、今月はテスト週間があってバイトに入れなかったから。仕方ねえな、俺の弁当のおかず分けてやるよ。え、悪いよ。遠慮すんなって。お前もお前の母ちゃんもすげえ頑張ってると思うぜ。俺は特別に唐揚げをくれてやろう。味わってくれよ。ありがとう。俺はたくさんの友達に囲まれ、支えられ、楽しい学校生活を送っていたからだ。しかしそんな中、一人だけ俺をバカにする人がいて。やだ、檜山くん、またそんな貧乏飯なの？舞坂さん。彼女は同じクラスの舞坂ゆかりさん。お父さんが大企業の社長で大金持ち。ことあるごとに貧乏な俺を見下してくる。ま、舞坂さんには関係ないだろ。そんなまずそうなものは私の前で食べられるとこっちの食欲が失せるのよね。ああ、せっかくうちのお抱えシェフに作らせたお弁当が。シェフ？それにあの弁当なんだよ、豪華すぎるだろう。誰かさんのおかげで箸が進まなくなったわ。捨てちゃおうかしら。おい雄一、屋上で食おうぜ。うん。舞坂さんの嫌な態度は俺にだけ向けられているものではない。他のクラスメートや先生にまであんな態度で接している。そんな性格だからか、いつも一人でいることが多い。舞坂さんのことさえ気にしなければ楽しい学校生活を送れるしな。そう思った俺は徐々に舞坂さんの言葉を無視するようになった。こうして楽しい高校生活を終え、俺はすぐに民間企業に就職。その後独立して今では小さな会社を経営している。高校を卒業してから10年、ある日俺の元に同窓会の便りが届いた。同窓会か、久しぶりにみんなに会いたいし行ってみようかな。雄一、久しぶりだな。みんな久しぶり、変わってないね。お前会社の社長やってるんだろ。今一番注目浴びてる会社らしいな。すごいじゃん。そんなことないよ、まだ独立したばかりだし、たかが知れてるよ。いやいや、サラリーマンの俺らからしたら十分すげえって。あれ、あそこにいるのって舞坂さん？来ると思わなかったな。相変わらず一人だし、雰囲気からして10年前と変わってなさそう。数年ぶりに会う友人との会話は本当に楽しかった。もっとみんなと会話したかったけど、俺は仕事があるため一足先に帰ることにした。あー楽しかったな。みんないい意味で変わってなかったし。檜山くん、ま、舞坂さん、あの舞坂さんが俺にボディータッチ、何か企んでるのか。あなたに言いたいことがあったの。何？もしかしてまたバカにされるのか。今度はちっちゃな会社の社長くらいで威張らないでとか。ごめんなさい。え？高校生の頃貧乏ってバカにしてごめんなさい。急にどうしたの？急じゃないの、本当は檜山くんが羨ましかった。いつも友達に囲まれて楽しそうにしてて、いつの間にかなんで貧乏の檜山くんが私より楽しそうなのって思うようになっちゃって。そうだったんだ。私幼い頃から勉強ばかりで友達が一人もいなかったの。だから
高校に入ったら友達たくさん作ろうって思ってたのに、作り方が分かんなくて、ついみんなにあんな態度を。舞坂さん、私ね、今はモデルをやっているんだけど、仕事仲間とうまくいってなくて。檜山くんの会社の評判は聞いてるよ。社長が素敵な人だから、部下からもすごく信頼されてるって。え、そうなの？そうよ、私も檜山くんみたいになりたいって思ってたけど、うまくいかなくて。舞坂さん。あ、急にごめんなさい。私、檜山くんやみんなに謝りたかっただけなの。本当は卒業する前に言いたかったんだけど、遅くなってごめんなさい。みんなには会場を出る前に謝ってきた。もしかして俺が会場にいなかったから追いかけてきたの？そうよ。そっか、理由はどうあれバカにされたことに関しては本当に不愉快だったよ。そうよね。でも謝ってくれてありがとう。舞坂さんが根っからの悪い人じゃないって分かって本当によかった。檜山くん、そういえばさっき俺みたいになりたいって言ってたよね。ええ。協力するよ。同級生として舞坂さんの力になりたい。こうして俺は舞坂さんに協力することにした。舞坂さんは大人気のモデルでファンも多くいる。そんな人が人間関係がうまくいかなかったという理由で表舞台から去ってしまったらファンも悲しむだろう。俺の会社はアパレルも取り扱っているため、ひとまず衣装合わせという名目で俺が舞坂さんの現場へ行き、彼女の様子を見ることにした。舞坂さん、メイク終わりました。次はヘアセット。ちょっと、本当にこれでいいと思ってるわけ？え、衣装に対してメイクが濃すぎるのよ。すみません。あなたの仕事はモデルの魅力を最大限に生かすことじゃないの？すみません。だいたいね、あなたは。舞坂さん、次の衣装を見てもらえませんか？ちょっと、今取り込み中だったんだけど。あのさ、何よ。態度がでかすぎる。それに顔が怖いよ。もっとスタッフさんに対して優しくしなきゃ。え？甘やかすとあのスタッフのためにならないでしょ。気持ちはわかるけど、もっと周りに対して感謝の気持ちを持たないと。それに大勢の前であんなに叱ったら本人の立場がないでしょ。すぐに言った方が身につくと思って。それに飴とムチを使い分けたつもりだけど。はあ？あれじゃあムチが10割だから飴はどこに行ったんだよ。確かにそうね。これじゃあ先が思いやられる。でもあの舞坂さんがこんな表情をするなんて。何？人の顔をじっと見て。なんでもない。スタジオに戻ろうか。それからも俺は舞坂さんと頻繁に連絡を取り合い、徐々に交流回数を増やしていった。毎回会うたびに仕事のことや人間関係について相談されるけど、不思議と俺は嫌な気はしなかった。少しでも彼女の力になりたい、少しでも彼女を変えてあげたい、そういう風に思い始めてから、俺は少しずつ舞坂さんに惹かれていたのかもしれない。そんなある日のことだった。檜山くん、実は今あなたの会社の近くにいるの。行ってもいいかしら？こんな時間に来るなんて珍しいな。突然来てごめんなさい。檜山くん、最近ニュース見た？ニュースは見てないな。ここのところ忙しかったからね。これ見て。舞坂さんが見せてくれたスマホの画面にはネットニュースが表示されていた。内容は舞坂さんの熱愛報道。大人気モデル舞坂ゆかりに熱愛発覚、相手は零細企業の社長と書かれており、俺のこともバレていた。もしかして仕事終わりや休日にも会ってたから？多分パパラッチに撮られてたのね。私が檜山くんに相談ばかりしてたからだよね。迷惑かけてごめんなさい。迷惑だなんてそんなことないって。責任を持って私の方で誤解を解くから安心してね。それと最近スタッフやモデル仲間とうまくいってるよ。ちょっと前までは私のことを避ける人が多かったけど、今ではみんな気軽に笑顔で話しかけてきてくれるの。これも全て檜山くんのおかげだよ。本当にありがとう。そっか、それはよかった。
だからお、もう会うのも連絡を取り合うのもこれでおしまいにするね。私は檜山くんがいなくてももう大丈夫だから。嫌だ、俺はそんなの嫌だ。え、舞坂さんともう会えなくなるなんて俺には耐えられない。檜山くん、俺は熱愛報道なんか気にしない。むしろ本当にそうなってもいいって思ってる。だから俺と付き合ってください。俺舞坂さんのことが好きなんだ。でも私高校時代檜山くんにひどいことをしたんだよ。檜山くんのことをずっとバカにしてたんだよ。それは昔の話でしょ。確かに当時は嫌なやつだって思ってたけど、大人になって舞坂さんと同じ時間を過ごしているうちに好きになってしまったんだ。私も檜山くんのこと好き。本当はネットニュース見た時に本当だったらいいのにって思ってた。え、じゃあよろしくね。数日後、俺たちは記者会見を開いて堂々とあの熱愛報道が本当であることを伝えた。世間を賑わせ、何人もの旧友からあいつでいいのかなんて連絡が来て、ちょっと大変だったけど、俺は最愛の人と一緒になれて幸せだ。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。